出たり出なかったりなんですけど、はい、これ、何年か前なんですけど R1 出た時に、はい、まあ分かると思うけどほらもう後ろの方ってもう張り詰めた空気でもう全然かみんなピンだから、はいはい、ネタ練もしないからそうそうネタ練ってかほらこう漫才のネタ練とかじゃないからもう本当にもう孤独な待ち時間じゃない、うん、そんな時に交番表がこう貼ってあるんだけど、はい、なんかちょっとざわっとなったのがあれ加藤隆っているよってえあらあのね、男性の方、ね、あの成人男性のカリスマ、はいはい、加藤隆さんと、ね、同じ名前の、あの隆もあもう字まで一緒字まで一緒で、はい、なんか、なんとなくみんな、わ、なんかいいネーミングセンスだねみたいなあえてその名前使ってくるんだみたいなほら、ね、そうそうそう、っていう話してて、はい、あ、何モノマネなのとかって言ってたらなんかどうやら本物の加藤隆さんがエントリーしてるらしいよってたまにありますよ、その有名な人がエントリーしてるそうそうそう、だからそのパターンらしくてわえ、で、そのブロックなのようわ加藤隆ブロック次のブロック次のブロックが加藤隆ブロック加藤隆ブロックの前そうそう加藤隆ブロックの前だから、まあ、言っちゃうとあれ30分区切りで入り時間が区切られてる、うん、はいはいはい、我々はもう裏で待機状態なわけ、うん、絶対あれこれでも入り時間もうすぐ加藤隆来るんじゃないですかやばいですねみんなちょっとあの自分のネタもそこそこにざわざわしだして入り口は1個しかないからそうですよしたら本当にあのシュッとした隆さんが隆さんご本人ねまあ皆さん見たことあると思いますけどもあの DVD とかで緑もなんかシュッとしたはいはいはいタカさんが、カリスマが来たわけですよなんか多分マネージャーさんかな連れて、はい、多分なんかの取材が入ってるちょっとこうカメラっぽいのも回しながら2人で来てでまあ普通の私服で来るじゃんうわー加藤隆だってざわついてたんですけどすごいですねで、その時の会場っていうのはあの裏でとにかくもうこれの半分ぐらいしかないスペースにもう3、40人ギュギュになってて着替える場所がないんですそうそうだからもう各々の着替えるしかない女性芸人とかも家から着替えてくるとかあもうトイレで着替えるしかないけどトイレ使っちゃダメって言われてたから、はい、だから加藤隆さんが来た瞬間俺これはどこで着替えるの楽屋とかないのってなってて俺はそうそうないないから ないんですよみたいなスタッフに言われてて、はい、っつってでなんか多分服着替えたかったんじゃない、はい、で関係者以外立ち入り禁止のようにこう入っていこうとしたのえ、多分ダメですいやでもちょっと決まりたいからさってバッて入ってたんだけどいや、あなたの裸大体みんな見てますよと思って何を恥ずかしがることがあるのと思ってライブ出回ってそう、それが仕事見てそれ見られるの嫌なのと思って奥の高はダメですね奥の高はいやだって散々見てるよまあまあ見てない人もいるかもしれないけど大体なんならね見ちゃいけないところまでちょっと見えちゃってるぐらいじゃんそれで加藤隆さん入ってだからそれは逆に出落ちというか、こうあ見られたくないのかなと思って衣装というかその確かに、うん、って思ってみんなでえこれ裸で出てくんじゃないみたいな衣装ざわざわしててそしたら買っちゃったけど普通にスーツとかで出てきてあれいやここでいいだろうと思ってのなんでそこ入ったのか分かんないかんないで、ネタ僕終わってちょっといたの、はい、高さが前半の方だったから、うん、でなんかやっぱほらねちょっとそういうこう、はい、なんかまあほらね、ちょっといやらしいというかツヤっぽいネタやんのかなと思ったら普通にあの転職の面接のネタやってたんでちゃんとネタやる普通のネタやってあのみんなそれ見終わったらさーっと帰ってきてそう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 何だった何だったんだただ勝手に期待値だけ上がったっていうそういうのがありましたけど、ね、あったんすごいなそうたまにそういうサプライズの人がいるからね、ああそうですね、うん、それはいるかもしれないですね